ダイヤと吉岡は一体いつ帰ってくるということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速軽い振り返りからしていくとですね、12.1 後楽園ホール大会のマスカラ戦ですね。こちらの結果、ダイヤがマスクを剥ぐ。で、さらにインフェルノも自らマスクを剥ぎ、まあ、衝撃の2人マスク剥ぎでの決着となったんですね。で、その後、このダイヤと吉岡はですね、一切試合に組まれていないんですよね。じゃあ、いつ登場するかっていう予想なんですけど、まずダイヤですね。ダイヤは 12.15 後楽園ホール大会で、箕浦にメッセージを送っていたんですね。まあ、その内容が、まあ、旬を許してやってくださいと。そして、ダイヤ自身を探さないでくださいみたいなことをね、言っていたんですね。なので、これダイヤはそのまま海外武者修行に行ったんじゃないかなと思いますね。そして帰ってきたら、まあダイヤが今度は新たなマスクとして登場してくるんじゃないかなと思いますね。はい。そして続いてが吉岡ですね。まあ吉岡は、まあすでに海外に行ってるので、まあ海外に修行に行くっていうのはちょっと考えにくいと。いうことで登場するタイミングなんですけど、まあそれは来年以降になってくるんじゃないかなと思いますね。やっぱり最後にですね、RED を批判して退場していったんですね。なので、RED での復帰っていうのは難しいんじゃないかなと思うので、来年以降、土井が新ユニット結成時に土井が見えないところで動いていたと言ってですね、吉岡を呼び込んでくるんじゃないかなと思いますね。はい。なので、まあ、この吉岡、ダイヤ、この二人は一体いつ登場するのかっていうのはかなり注目なのかなと思いますね。はい。ということで、まあ、今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらのダイヤと吉岡に関するコメントにかあったらよろしくお願いします。ということで、今回です。